のありさま。ここで、松竹の、フリーでも出れるライブがありまして、そうですね、これに出て1位獲得で、そのまま鳴り物入れて松竹入り、はい、ここは結構ね、天気じゃないですか。マジででも80点ぐらい、松竹に入りたいどうのこうので出たライブじゃなかった気すんねん、その、はいはい、なんかもう暇という言い方が、ライブなさすぎて出させてもらったら、うん、ええやん君らって入らへんかって話になって、あんま考えてなかったけど、おじゃあ入らせてもらう、はいはい、という形で2016年10月ぐらいに、はい、デビュー。ここからですのでプロの芸歴になってます、僕。そうですね、というかマストは特に、うん、ここからプロの芸歴。だからデビューは2016年10月10月です。絶対的な 7% どちらデビューは、うん、まあいろいろね、こんなんも言われるかもしれないですけど、うん、まあ一応こういう形になってます。で、まあ森田もなんやかんやでもう全部ここはなかったことになってます。はい、そうですね、もうなかったことになってまして、はい、このフリーの壁を乗り越えて松竹芸能という看板がついて、じゃあ M1 どこまでいけるんやって言った時の2回戦で散ったのがこちらです。そうですね、あの絶対いけると思ってた、この年絶対3まではいけると思ってて2ですね。落ちた、ここで死んでます、ね、もうゼロやん。ゼロちゃうか、これゼロか、これはゼロです。ゼロに近い、嬉しさが1回吹っ飛んでゼロっていう感じですね。でここから2018に入ります。はい、これよ、もう僕らはここの年だけ押さえておいてくれたらいいわけですよ、うん、はいはいはい、僕ら最高の年、ああよかったね、初めて YTV 漫才新人賞選考会、はい、ラウンド2-3と連チャンで通りました。はい、通りました。これが、3の収録日、うん、ラウンド3の収録日、同じネタで M1 の3回戦はもう特に終わってたんですが、結果発表がこの日ありまして、うん、準々決勝、うん、これは松竹からしたらまあないですよ。テレビで、まあ、どんどん上がっていくんですけど、ここでまあ二股に分かれておりますが、はい、まあここで気持ちが分かれるのが、マスターはまあこう気持ちいいでしょうね、ここね、気持ちいい、これね、 M1 の3回戦の前日に、当時付き合1年ぐらい付き合ってたあの彼女に飛ばれまして、そのこれか、そうです、連絡なしで、あのまあ前日なんかさ、ネタのこと考えたって知らないしさ、遊ぶやん、前日、そのいや、そこはおかしいよ。え、何ネタのこと考えて、もう考え切ってるから、切ってるから、そうそう、前日に慌てふためいて変なこと考えるから、うん、遊んだ方がいいと思ってデートの約束してて、うん、で車でレンタカー借りて、うん、あれ、アウトレット竜王、滋賀竜王のアウトレットホールに行こうっていう約束で、うん、彼女の地元の有尾八尾、うん、で待ち合わせして、僕はそこであのやっぱ飛ばれたって、これ飛ばれたことない人は分かんないかもしれないですけど、うん、飛ばれたって気づくのってとっくに飛ばれ終わってからね、これ日本語意味わかる？だって2、3時間でまず遅刻やと思う。そうね、で5、6時間って、あ、なんかあったんかな、うん、大丈夫かな、なるわけ。だって飛ばれたって思わんから、うん、飛ばれたって気づくのは飛ばれ終わったやっぱ11時間後ぐらいで気づくやな、俺は。アリオヤオの閉店時間が来た時に、俺はあのアリオヤオ中の GU とユニクロと本屋さんの位置を全て完璧に把握して、11時間後に僕はアリオヤオ出て M1 に向かうっていう。それはでも心配とかではなく、心配はなかった、まあ途中からまあそのまあまあ共通の知り合いに連絡したりして、うん、まあ無事は確認できてってっていうことですね、うん、これが僕のあのここの気持ちの帰り、ここからあの僕は M1 順々通って順々本番まで寝れなかったのはM1 のせいなのか、彼女に飛ばれた原因を自分の中で自問自答してるからなのかは分からないです。いや、彼女の方や、はい、不眠の時間が、半月ぐらい続きます、僕は。っていう地獄を見まして、ね、まあ、順々もね、それなりに頑張りましたね、うん、ここがだから、まあそうですね、2019、うん、ここが、まあ、天井っていうのが2019に入って、その効果で、うん、レギュラーラジオやらせてもらいましたね。あー、ほんまにそうやね、レギュラーラジオやらせてもらう、うん、いいこと尽くしや。それからなんですか、阪急百貨店でグッズ店、うん、絶対的な 7% のグッズ的なショップ的なっていうのを1週間で、まあ結構の売り上げも上げましたね。これが芸人ではなかなかないことをやってね、うん、そのグッズの人もいろんな人をやってきたけど、だからお前も振られたけど、ここでまた、ね、そうそうそう、もう仕事行かん、もう向かなって言ってたんですけど、うん、まあまあまあはっきり、だんだんこう落ちていくのは、まあそうですね、こうだんだん落ちてきたのは、まあレギュラーラジオは、奇跡の4回で終了です、ね、あんま聞いたことない、4回で、あれはでもしょうがなかったな、 そのスポンサーさんと別に揉めたとかじゃなく、スポンサーさんの意図とラジオ側が思ってた意図とちゃうかったみたいなんで、もうほんましょうがない、こう、下これなんか、あの、1回2回楽しんでラジオ、うん、で、3回目で、あの、お便り募集してみる、うん、ね、お便り募集しちゃったりなんかして、うん、ほんで、4回目で終了してそうそうそう
で、第3回はそのなんかあの人間見知ってもらおうってマスターが言い出して、うん、その面白なしでいいから、うん、人生のこと話そうって言って、うん、でそのまま4回で終わったからただただ後半人生の話しただけだから今後面白くするための自分語りやったはずがだんだんどんどん加工になっていきまして、はいはい、ここですね、うん、ここはやはり、まあ、我々 M1 につきますね、ここね点はね、高いも低いもね、うん、これは、2018年、まあ、まあ言ってしまえばパッケージができましてね、せやなという形ができまして、そのじゃあこ翌年は一体何をしたらいいんだと、さら、うん、なる進化を遂げないとさら、はい、なる準決勝にはいけないぞと思いまして、うん、後半の2分45秒まで去年の形で、うん、2分45から3分半ギリギリ3分20秒ぐらいまでギリギリを時間を攻めた中で新しい斬新なね下りを加えたんですよ、ね、そうね、これ逆転の発想、その M1 まで、うん、そんなんやってんかったよ、そう、直前にこれはええのできたぞって、これはええのできたぞやけど、まあまあ、新しいぞ、このままじゃあかんって言われてたんよ、その周りの作家さんであったり、ね、社員さんであったり、そうそうそう、去年のままじゃないかと、あ革命起こしてやろうぜって乗り込んだ2分45秒まで爆受けで、そこから爆滑り爆滑り、俺あれ2分45秒でネタ飛ばしてたら通ってたと思う、マジで、もうその後半足したとこだけが全滑りで、2ちゃんに、絶対的な 7% まれに見る大失速と書かれる、書かれました、これがまれに見る大失速、大失速、あそこいらんとかな書いてないですよ、なんかね、名前とか書いてないですけど、まれに見る大失速、ここがもう僕はもうかかってたんでね、やっぱ前年順々いってるから絶対に通らないって思いがあったんで、うん、ガクン落ちます、だってやりながら、はい、はい、通った、はい、通った、はい、通った、はい、落ちたー、確かにトン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 ターンやと思う、完全に落ち方トン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 ターンっていう感じだったもんな、トン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 、何がやねん、2人しかおらないでええやろ、ガクン落ちまして、で2020年、これ上がり調子なんで書いたんやったっけ、2020年って言ったら、まあコロナ入るけど、まああれか、うん、何やかんや、準レギュラーの番組とかもありまして、いや、あ、君がなんかテレビ出た、あ、そうです、ここが、はい、行きましょう、もうね、これはね、あのサムネイルに残してもらいましょう、はいはいはい、はい、何々、滑らない話です、わー、でかい、僕が1回だけ出た滑らない話です、これはサムネ、うん、サムネ企画で寒かく、はい、ということで滑らない話で、それがどんな話なんですかいや、満金でここで1から、まあそうですね、まあこの滑らない話に、まあ、正直ワンパン入りまして、あ明らかに有名人たちの中、うん、僕だけが圧倒的無名、はいはいはい、挑みましたよ、初めてフジテレビ、緊張するね、ワンガンスタジオ、出てくるケータリングはステーキ屋さんが焼いてくれるステーキ、うわすごい、すごい、すごい、トイレで隣になったのは村上信五、ステーキの列で前後になったのは佐藤隆太、そんなもう夢のような世界ですぐの話あったんですけど、まあこれ昼のオーディション番組、まあ一応ジュニア千原大輔宮川のすぐらない話ザオーディションっていうので勝ち抜いたら、うん、まあ一応本ちゃんすぐらない話に出れるっていう中で、うん、まあ俺的にはやっぱコンビの名前を売るチャンスでもありますから、ちょっと予選みたいなやつだね、そうですね、僕は話して、でまあ、プラスマイナスの岩橋さんに負けました、うん、ここは、はいはいはい、でプラスマイナスの岩橋さんに負けて、まあ、落胆してる中、まあ、一応マストにもこれコンビの大事な勝負でもあるから、うん、東京一緒には来てないけど LINE1、うん、本入れとこうかと思って、すまんプラスマイナスの岩橋さんに負けてたって時の、うん、あなたの一言自分で覚えてますか、いやだからそれな、でもそれ言われたの、うん、記憶はあるよ、今言われて、うん、それなんか来たな、結構真面目に俺は長文でこういう感じでこうこうでこう思ってこう挑んだんやけど、こういう負け方しましたって言った時の、めっちゃ俺でも俺割と真剣にその感じで来てるやん、そんな言わへん普段な、うん、そうやな、俺なだから俺多分優しい言葉かけてるような気すんねん、お前が送ってきたのは1行だけ、まあそうなると思ってましたそれは俺はもう正直解散考えたよ、ここはまあそうなると思ってました、じゃあこれはいろんなニュアンスあると思うんでね、その知名度とか考えたら、じゃあ俺はこれは多分まあまあ仕方ないよねのニュアンスだと思う、いやでもまあそうなると思ってましたわ、あかんって絶対に許されんかった俺はここ、悔しかったの、これでまあさらにガクンとなりましてまあまあ下上司ながらもまあ、ここまでいろいろ講釈垂れて M1いろいろなんかこういう理由でとかフリーやったのにとかいろいろ言いましたけど、あのシンプルに2回戦で落ちました、ここはここはシンプル2回戦落ちです、あれまあそうなると思ってましたけど、俺送ったのちょっとちゃうくない、これ YouTube に今になって言うやつだ、まあ、まあよく頑張りましたみたいな、いやでも見て、よく頑張りました、う
まあそれでもいやさけどなんかまあちょっといやお疲れよう頑張ったなより気恥ずかしいやん、まあ、いやいやいやまあそうなると思ってましたですはいこれはで、まあ、まあまあ M1 がシンプル2回戦落ちですねここはシンプル2回戦コメント欄荒れるぞちょっと待って今のはやっぱりなれるか荒れへんわどういうてマストさんマストさんがどうこう言われるのか、ねまあ、今そういえば触れるの忘れてるけど私服で撮影ってなってて何やそのこれどういう意味やねんだから半端な野田さんとかもこんなんやいや私服じゃないねんあれはどういうスタンスやねんそれはでまあまあここがまあそうですね準レギュラーの番組もまあありまして、うんうんうんまあ、春山の CM とかもやらせていただきましたね。あ、CM よ。CM でかいよな、はい、やっぱり。こういったこともありまして、まあ、ウエストアンツですね、やっぱりね。ウエストアンツ。ウエストアンツでやる気が今満ちております。ますやし、可能性がすごい無限大というかね。だからまあ、ジグザグは言ってますけど、うん、結局はゼロにいます、今。あ、なるほど。うわ、ほんまや。うわ、今ゼロのつもりです。あ、また。ここからスタートという。あ、なんかゼロからスタート。そうです。だからまあそれぞれ、恋愛で一旦落ちてるものの、うん、大きな落ち込みは、うんM1 の大失速と、ここはシンプル2回戦落ち M1 選手ですね、あるしね、良くも悪くもねまあ、目に見えてないですけど、はい、君が恋愛で落ちた後ぐらいの、はいはい、ここの後ぐらいに僕も、はい、ね、ちょっとこの辺かな、よう分からないあ、そっか、あなたもそうですね、エゴい振られ方し、振られ方1年記念日に、うん堺筋通り歩いてたら、うん、タクシーから彼女が降りてきて、うん、白男とキスしてる現場見つけたって言われてそれ目撃した時、うん、こいつ一人記念日で彼女が好きな最善のあのチキンな、うん、ディアボロ風ディアボロ風チキンを、うん、家で手作りできるんじゃないかと思っていろんなレシピの組み合わせ考えてスパイスとか思ったあのスーパーの袋嘘みたいにガシャンと落ちましたドラマみたいなキスしてる彼女堺筋沿いの家やろほんでこいつそう彼女悪すぎ一年記念日で堺筋でタクシー降りるえちょっと何してんのって声かけてああ何してんのって声かけたらああうわやばタイミング悪って言われたお前じゃんお前じゃん腹立つなあの女腹立つなまあね、はい、いろいろありまして、まあまあこんなぐらいですかね、うん、言い忘れないかまあまあとりあえず芸歴のまま説明できたんででかかったんじゃないですかまあいろいろねずるいとか言われることもあるんでねはっきり説明していきましょうそうですねそうですね、うん、こんなもんですかね大丈夫ですねはいというわけで、うん、絶対的 7% の全てでございましたはいまた何か質問とかありましたらコメント欄にありがとうございましたはいトン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 ターンやと完全に落ち方トン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 ターンっていう感じトン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 何がや2人しかおらないんでええやろ